正直驚いた。本当にずっと弾いていないのか。クラウドがいるから張り切っちゃった。この子たちのことよろしくお願いします。任せなさい。美味しいものをたらふく食べさせてあげるからね。覚悟しときなさいよ。さあついてきな。ピアノを弾きながらいろいろ思い出しちゃった。ママにピアノを教えてもらったこと、パパの雑なでも美味しい料理、エミリオたちともお茶会。クラウドは何度誘っても来なかったよね。そうだったか。クラウド一人ぼっちでも平気だったよね。俺のことそんな風に思ってたのか。違うの。平気なわけない。もっと知りたいな、クラウドのこと。あ、時々話そう。うん、きっとだよ。来てよかったね。あ、マルも戻ったしな。今日からシロだよ。新しい家族と一緒に幸せになってほしいな。